どうも、クマ村長です。今回ですね、こちらで飼育している4匹のね、日本イシガメにこのね、コオロギバイキングを与えていきたいなと思います。こちらのね、コオロギは冷凍コオロギで、まあ、それをね、解凍させたものになります。この4匹ともね、コオロギが大好きで、こうやってね、与え始めると全員のね、テンションが爆上がりといったね、そんな感じになっております。まあ、日本イシガメはね、ちょっと肉食傾向が強いのか、やっぱりね、普通のいわゆる固形飼料よりこういったね、コオロギとかそういったね、餌を与えると非常にね、喜びますね。取り合いをね、したりもします。全員ね、ピンセットから餌をね、食べてくれますので、まあ、これをすることによってですね、まあ、まんべんなく全員に餌がね、行き渡るようになります。まあね、ピンセットに慣れているというよりかは、まあ、食欲がね、勝ってるといったね、そんな感じですね。4匹ともね、元気に、コオロギをね、食べております。こんな感じでね、取り合いになったりもしますけども、まあ、それはそれでね、元気な証拠ですね。このね、イシガメたちは、まあ、やや大きいね、3匹が去年生まれ、そしてね、一番小さな個体が、今年生まれのね、イシガメになります。屋外でね、飼育しておりますので、たくさんね、日の光、紫外線を浴びて、そしてね、たくさん餌を食べて、まあ、元気にね、育っているといった感じですね。まあ、陸場でもね、こうやって食べてくれます。非常にね、食欲旺盛ですね。いいことだと思います。2日にね、1回ぐらいのペースで餌を与えてですね、コオロギバイキングはですね、その中の時よりといったところになっております。ということで、今回の動画はこれで以上になります。またね、この日本イシガメについては発信を続けていきますので、応援の方よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。